あそこに山陽バスのバス停があります。バス停の名前はちょっとすいません存じ上げないんですけども、ぐるっと回りまして、今日はですね神戸松田のイベントスクエアにやってまいりました。青山台7丁目のバス停ですね。青山台7丁目のバス停真ん前にありますのが神戸松田イベントスクエアということで入ってまいりたいと思います。一応の取材の許可を得てますんで、はい、そうですね、はい、ということで10時から18時半までです、営業は。一部火曜日、基本水曜日ですけど、一部火曜日もあるってことだけど、水曜日が休みなのでご注意ください。あ、こんにちは、お邪魔いたします。あ、ちゃんとここあれですね、ウイルス対策のために消毒と検温ということで、はい、はい、あ、これどっちでもいいんですか。どちらでも大丈夫です、ここ出ると思う。あ、ほんまや、すいません。これめちゃくちゃ出ますね。すいません。ちょっと、さっき最初に私はちゃんと消毒はして、ちゃんと消毒はしてます。すいません、ありがとうございます。あ、検温ね。はい。はい。はい、ありがとうございます。熱ないですか？危ない。ちょっと綺麗な方だったからちょっと上がってるかもしれない。熱っぽくなる。最初に名前とか書くんですけど、もう書き終わってますんで、はい、はい、ということで、ちなみにこれは50人お持ちくださいなんですか？はい、50人。これも？はい、カレンダーもなんですか？こんな可愛いカレンダー？ロケットゴール。あ、はいはい、はい、存じ上げてます。ワケトンとか。ワケトンとかのね、山崎さんですよね。あ、そうです。ね、なるほど、これは後で頂戴します。すいません。ということで、すごい広いところなんですけど、最初にまずすいません、新車があるんですね。これは新車で、向こうが中古車なんですかね。なるほど。あ、はい、すいません、はい、ありがとうございます。すいません、お時間をいただきましてありがとうございます。上野さんとお呼びしてよろしいですか、はい、名字で。はい、上野さん、2台車並んでるんですけど、前が新車なんですよね。そうですね、こちらが MX-R の新車になりますね。はいはい、はい、ちょっと前から映させてください。はい、これは3ナンバーなんですよね。3ナンバーですね、幅、はいはい、がちょっと広いので3ナンバーになりますね。排気量自体は1997cc の、うん、これって先ほども実はお聞きしたんですけど、ドアが珍しいんですよね。そうですね。これ、はい、すいません、開いていただいていいですか。はいはいはい、はい、すいませんね。まずはこう開きます。はいはいはい。あ、まあ、その前に、ね、後ろに取っ手がないんですよ。そうね、取っ手がないですもんね。さあ、どこにあるかっていうと、ここです。ここね、ここです。この中ですね。はい、で、ペッと開けると観音開きになる。なるほど。あ、これってなぜこういうドアになってるんですかね。珍しいですよね。珍しいですね。これは松田だと初めてではないんですね。あ、そうなんですか。はい、以前にも RX8 っていうね、ほうほう、うん、車でもこういったドアを採用してまして、うん、まあ、フリースタイルドアって我々はね、はい、呼ぶんですけれども、まあ、従来の柱のあるタイプからすごく開放感のある、中もね、もう先進的、そうですね、最新で本当先進的なデザインをしております。これおしゃれですよね。で、先ほどお聞きしたら上がナビなんですよね。そうです、上がナビです。で、下が空調とかね。空調とかいろいろラジオとか、はいはい、そういうものですね。なるほどね。はい、あと最近の車流行りの USB、 あ、 USB あるね、充電できる。そう、いろいろ、ね、要は私の携帯充電問題がここで解消される。了解です。昔は2ドアでこの辺まであったんですよ。はいはい。ドアは重くなるし、うん、大きくなるから危険なんですよ。はいはい。ドアを短くして後ろの人の乗り降りが快適ですぐに行ける。安全なんですね。そういう意味ではすぐ乗り降りできるという意味では、こういうのを松田さんが開発したいのは本当にいいことなんですけど。なるほど。流行らんのですよ。あ、 そんなもんですか。うん、車屋さんではありませんので、彼は。あ、そうですか、はい、すいません。で、中ちょっとお邪魔させていただくんですけど、はい、このイベントスクエアっていうのは兵庫県内ではここだけになるんですか。そうです、ここだけですね。こういった形のお店っていうのは松田でも全国で初めての、はい、全国で初めてになりますので。あ、まあ、こちらは、これなんですか。これグッズですか。グッズですね。あ、可愛らしいというか綺麗でおしゃれな、はい、これミニカー持ってるんですか。そうです。へえー、
あれこれ三輪車というか昔の、はい、私も現物は見たことがないんですが ね、 あーねー、うん、歴史をね、なるほど、モデル化にして展示会も行ってます、はいはい、確か去年100周年やったんですよね。そうです、はいはいはい、100周年のタイミングでこれがある意味できたということなんですかね。そんなあんまり関係なくてですか、はい、それはもう神戸松田さんの戦略としてこの5ハッピーでしたっけ。そうですね、はい、この1つ、まあ、あの、まあ、お父さんのね、うん、やっぱり使命とか世界観っていうものを表現しようとしているのがこのお店ですね。なるほど、これ VR でなんかレース体験できるらしいんですよ。これは何の旗があって、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。もしでしたら左前にレバーが、これが、あ、こうですね、はいはいはい、これでしてで、しかもそのボタンですね、はいはい、あ、これで、なるほど、お、ぴったりになりました。 OK です、大丈夫ですね、はい、はい、車酔いの方は大丈夫です、大丈夫ですか。はい、車も選べるんですか。そうです、はい、オートマで、はい、ロードスター、言うのはロードスターやん。そうです ね、ロードスターですね。あ、トルクが回ってる。これ今画面とこっちで見てるの一緒なんですか。同じです。我々も同じのを今、ほんでこれレース会場で、おお、なるほど、これいつスタート踏むやん。アクセル踏んだら行くんじゃないの。もういいんですか。行けるです、はい、おお、なるほど、はいはいはい、おー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 おお、これはVR ってこんな立体的に感じるんや。まだね、60、今やっと80に届いたぐらい。まだ、はい、うわ、ちょっと待って、めっちゃ振られるんやけど。え、今で何キロ？え、今、映ってない。いや、ちょっと待って、いや、怖っ。え、今まだ80です。これ何キロで走るんですか、本当は。100以上では走って、出してもらわないと困るんですけど。うわ、持ってきたっすよ。おお、おお、止まった。いや、これね、その黄色いラインに沿って走るようにね。あ、そうなの。それがベストですから。あ、そういうことか。そうです、なるほどね、はいはいはい。おおっと、うわー、事故だ。すいません、出てくるだけにかかんない。あー、なるほどね。ぜひですね、皆さんこの VR を本気で体験していただきたいと思います。それとここがみんなのバスのグッズが売ってるんですよね。これあのみんなのバスのオリジナルグッズということで、はい、最初店に入ってきた時にスタッフの方が着られてたジャンパーですね、はい、ロケットゴールドスターの、山崎さんがデザインされたね、可愛らしいキーホルダーとかトートバッグも売っております。はい、でここお子様が遊ぶ場所、キッズプレイランド、ね、キッズプレイランド、はい、であの日本の国産の、ね、木材だけを、あ、そうなんですか、はい、使用しております。ほう、ジャガーさんにレンジローバーさん、ああ、なるほど、レンジローバーの三輪車なんかあるんですね。え、これほんまに、こちらランドローバー、あ、ランドローバー、はい、ということでウッディトイっていうんですかね、はい、お店みたいな感じでこうお子様が遊べるような感じになってます、はい、でということでここお店をちょっとイメージしたようなね、はいはい、うん、ここで、まあ、商品の受け渡しをしてっていうようなね、お店ごっこで遊んでいただいたりとかですけど、はいはい、ね、そっちがキーっていう感じで出しやすいですよね、お前ね、はい、ということであのここでお子様は遊んでいただいて、で大人はこちらでこう商談とか、ね、VR で遊んだりとか、まあ、ここにも綺麗な会議室が、ここも商談で使われることあるんですか。使用いたします。で、ここをここでだから商談されるんですよね。商談したり、まあ、そういうのが会議があったりとか、はい、で、まあ、どちらのかリーダーさんもあるんですけど、はい、
飲み物をね。はいはい、紅茶とかね。はい、私これ好きです。そうなの。で、ここはシアタールームになってて、このシアタールームっていうか、ここ会議みたいなのもできるんですか？なんか司会進行みたいな。会議はここでは行いませんけども、うん、ちょっとしたイベントを、イベントをね、はいはい、開催いたしておりますね、はい。上野さん、先ほどお聞きしたんですけど、あの去年100周年になって、はい、これ100周年のグッズなんですか？そうです。こちらも、まあ、これ売ってるんですか？はい。こちら、まあ、お値段が上がってますので、はいはい、これを全て販売しています。これ携帯のあれですよね、スマホカバー。はい、まああのここにはね一例で展示しておりますけど、いろんなものがまだ他のね、いろんなスマホって種類が多いですから、はいはい、まあ、全数ではないですけれども数種類ございますんでね、もしよろしければまた機種を教えていただいたら確認できます、ね。なるほど。でここがシアタールームがあって、この横にまたお部屋があって、はい、入るのはこっち。あ、すいません、ありがとうございます。お邪魔します。おお、あ、なるほどね、はいはい。あ、なにこれ、これすごいね、後ろに。ほんまやね、ズームで使えそうなところ、ね、これはラジコン。あ、これですね、はいはいはい、ラジコンはできるの？かわいい僕ちゃんはできない、これは走らせるのは難しいんですかね。じゃあ私も走らせる。あ、ぜひぜひ、はい、ぜひお願いします。あの上手ではありませんので、あ、でこれレースもできるんですか？そうですね、何人かでね。あ、ね、何人かで来て、おーおお、はいはいはい。あ、てか上野さんめちゃくちゃ上手。絶対俺やったらぶつけてるわ。これ上野さん相当練習したんじゃないですか？いや、してますね。いいですね。やりました。いやいや、皆さん仕事中。子供さんから大人まで。これは靴を脱いでやってくださいですね。はいはい。これちょっと一遍させてもらおう今よ。ほんまですね。ちょっとカメラ置きますわ。方にわざわざ映していただいております。じゃあ、どちらでしましょう？友達と2人でプレーする。恋人ではないので、こちらで。こちらですね、はい、こちらです。はい、おっさん同士でプレーする。説明の部分ですね。はい、レベルアップするのかな。あ、ごめん、ここか。
疲れました。これ本当楽しいですね。神戸松田イベントスクエア、本当皆さん来ましょう。これ本当に楽しいです。ありがとうございます。